して東北三人暮らし。おはようございます。こんばんは、ジャングル大西です。どうも。米のね、収穫シーズンが終わりましてですね、皆さん、米の収穫が終わりましたら、まあね、必然的にですけど、まあ、こう新米をいただくというのがね、もう流れになっておりまして、なんとですね、今日はその新米を僕らいただいちゃいましてですね、今日はその新米、東北の新米というものをですね、自分らでご飯炊いて、そして新米これなんですけども、もしかしたらこれね、僕らがもみの手伝いやってたじゃないですか、その米の可能性も少なからずあるんですよね。自分たちでまあ、お手伝いをした時の米だから、より一層美味しく食べれるんじゃないかなと思いまして、今日はこれ3合ありますんで、3合分今から新米の方調理していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。いただきます。ちゃんと門限の8時までに帰ってこいよ。いやもう無理じゃん。新米でございます、はい、これ今からですね、3合あるそうなの で新米炊くときはなんか聞いたんですけど、あんま研ぎすぎると美味しくないっていうのを聞いたんで、研ぐのはちょっと1回にします。あんまりだから強めにやらないようにしたいでしょ。弱めにね、優しくね。そう、優しくソフトにね。新米はこれがいいらしい、うん、俺らも知らなかった。米ね、収穫した千葉さんが言ってました、ね、ちなみに俺いつも線のちょっと上なんですよ。あ、柔らかめだなんすよ、炊くのは。実際は線に合わせてるんですか。うん、じゃあそれよりちょっと少なめ、ちょい少なめの方がいいと思う。え、こっちの方が少ない、メモリが。なんでだろう。あ、炊き込みご飯じゃんこれ。あ、ほんまや。ね、さあ、可愛い一面もね、お見せしとかないと。普通でいいですか、炊飯で。早炊きしなくて。OK で。はい、48分待ちましょう。じゃあその間に、おかずどうします。何が食いたいですか。え、新米に、新米は 米に合いそうなものといえば何ですか。何が食いたいですか、米と一緒に。ご飯に合うものといえばどうだろうな。俺は生卵とかでいいですか。とか、いや、やっぱりね、米やったら肉かな。最高じゃないですか。ただ食いたくても肉食えないじゃないですか、俺らまだね。金ないから。金ないからな。ただね、皆さん、そんな僕らにですね、なんとあるお届き物が、実は先週ぐらいですか、うん、ね、届きまして、それがですね、皆さん、あの牛カルビ2キロ分がですね、家に僕らの家に送られてきまして、お送り主ですよ。なんと、あのジャングル大西のお兄様から、なんとですね、俺らの生活見て、肉2キロいいとこの、なんか香川県かどっかの、ありがとうございます。じゃあ今日はですね、このいただいたお肉と、そして新米とね、もうちゃんと感謝しながら、僕らあのね、ありがたいことに、ね、あの野菜もいただくことが多くてですね、あの大根がたくさんありますんで、今は大根が、はい、なんで大根おろしを置いてきますか、端に。で、お好みで、肉に合うな、肉に合うでしょ。まな板ね、あのちょっと折れちゃいまして、今あの1個で使ってますね。こっちだけで、大きい方でね、使ってます。ちゃんと説明しておかないとね。半分に切ります。で、あー、いいですね、大根の匂いが。これをね、大根おろしって普段でもどんぐらい使うのがベストなんですかね。じゃあまず吸っていきます。これを一応自分に、結構取れてるんかな。いけてる。4分の1でこんぐらい。おー、じゃあ目標タイムはどうしようかな。目標タイムを、じゃあ1分。あ、1分、俺1分余裕やと思うけどな。よーい、スタート。へえ、
早くないでも。あ、やばい。何秒ですか今。まあ20秒。1分いけるやろこれ。お、ほら。30秒。ほら、40秒。すげえ。早っ。40秒。45秒。やばい、むずい。ちっちゃくなったら。そっか。はい、50秒。やばい。9。やばい。7。6。オッケー、オッケーにして。3、2、1。はい、オッケー。終了。おお、はいはい。お、残り1分。ワクワクしますね。ちょっともうお茶碗持っときましょう。もう炊けたらすぐ行きますからね。炊けたらすぐ。炊けたらすぐ。お、えい。じゃね。心配。炊けた。炊けました。あんだけ。水少なく入れてんのに全然硬くない。うん、柔らかい。俺柔らかい方が好きなんですよ。やっぱじゃあやっぱ水分含んでる。水分含んでるんだな。あ、もう炊きたての香りですよ。匂いは変わらんな。新米でも。うん、お、米水少なめ入れたじゃないですか。うん、弾力めっちゃあるんですよ。マジ？うん、柔らかい、っていうかちょうどいいぐらいの、で新米やから多分水含んでるって言ってたでしょ。あれぐらいでちょうどよかった。全然白米だけでいきますけど、もう白米だけにします。いや、多分でかっ。でもでかい。ちょっとじゃあまずこんだけ。おーい、いい音。いいね。はい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 、いい音。熱い。油がやべえ、もう焼けてきた。もうちょっと。うわ、めっちゃいいなこれ。すげえな、すげえな。あっち。いや、これはうめえな。めっちゃうまいやつ。いや、これありがたいな、これもらえるの。うわー、絶対うめえなこれ。あ、もうだって箸舐めてうまいぞ。だってこれもうプリプリ、めちゃくちゃ脂乗ってる。ちょっとご飯といきますよ、一緒に。すいませんね、さっき新米としてもいただいたんですけど、やっぱり一緒に。これはうまいぞ。いただきます。めっちゃうまい。めっちゃある。めっちゃうまいな。これもう一口いっちゃって。もう一口。これやばいな。これマキちゃん残らんかもな。米も肉も。米も肉も。いただきまーす。ちょっと多いな。うん。あ、これうまいな。うん、きん。だからね、新米だからね、米のうまさが出てるじゃないですか、ちゃんと、うんうん、それにこの肉ですよ、ソースがかかった味付けの、ね、別にね、単品で食っても両方ともうまいと思うんですけど、はいはい、うまいもんとうまいもんが混ざると超うまいもんね。これめっちゃうめえぞこれ。で、おろしをちょっと多いかな、こんぐらいのしましょうか、うん、ね、おろし乗せました。で、ご飯とかき込む、かき込む、じゃあかき込むスタイルにしようか、うん、マジ食いだ。うん、どう、おろしあった方がいいですけど、俺ちょっと多かったっすわ。あ、量がね。うん、量が。ただでもさっぱり、いや、さっぱりするし、うん、ちゃんと大根の
風味も出てるし、ちょっと大根って苦いじゃないですか、うん、苦味がねめっちゃ合う。この米と肉と、マジか、まあ、超うめえな。で肉まだ3枚しか食ってないですからね。で量こんだけいけるんですから、米めっちゃうまいんだな。今日食って分かったのはやっぱりね、ほらいろいろ肉が米に合うとか言うじゃないですか、ね、根本にまずね米がうまくないと合わないですね。新米だから多分こんだけ全部合う合うっつって食えたと思うんですよ。その肉そのものがうまいんだったら肉そのもので食えばいいじゃないですか、うん、でも米がうまくないと米と肉が多分マッチされないんで、俺なんか新米これ一回ねみんな食うべきですよ。東北の食ったことない人もいるんじゃないですか、うん、東北の新米って一回食うべきかな。この肉うまいんですけど、俺らねまだね食ったことないもんいっぱいあるじゃないですか。このね米よりも、いやいやいや、ジャングルさんうちのこれはもっと合いますよと米に、うん、そういう方もね全国津々浦々、ああなるほどね、人いらっしゃるんであると思うんですよ。ぜひあの情報を教えていただければ、それとご飯がいかに合うか、その時また新米をねチャレンジしてぜひやってみたいと思いますんで、この動画のコメントでもいいですんでね、僕らのツイッターでもいいですし何でもいいので、これ良ければ食べてみてくださいっていうのがあれば情報をねいただければと思います。今日はね新米いただいた千葉さん、そして、肉を送ってくれた僕の、兄貴ですね、そしてこの大根もいただきました。本当にやばいですね、もらいもんだけですね、いただきものだけ食費が一切今日はかかってないという、もう本当に感謝感謝です。いろいろ、いただいた皆様にどうもありがとう。そしてドッグ3人暮らしチャンネル登録よろしくお願いします。